なんだ、何を見ている？こんにちは、ゼルコバさん。質問に答えろ。なぜ俺を見ていた？特に理由はありませんよ。ところで、今お時間があるなら一緒に紅茶を飲みませんか？理解不能だな。なぜ親しくもない俺を茶に誘う？親しくなりたいからこそお誘いしているんですよ。俺と親しくなりたいだと？何を考えている？正直に話せ。僕はずっと正直に話していますよ。仲良くなるためにお茶でもご一緒しませんかと。悪いが断る。それは残念です。不眠解消に効くお茶を用意しようと思ったのですが。どういう意味だ？顔を見ればわかりますよ。あまり眠れていないのでは？そのことがお前に関係あるのか？全然関係ないです。でも仲間ですから気にはなりますね。もういい。お前がどんなつもりかは知らないが、今後は俺に構うな。そういうわけにはいかないんですよね。こんにちは、ゼルコバさん。一緒にお茶でもどうですか？ルイ、お前、俺を監視でもしているのか？わかりました。小細工はなしで、僕の気持ちを正直に話しますね。そうしてくれ。まどろっこしいのはなしだ。ゼルコバさん、僕はあなたの面倒を見たいんです。ん？僕は四兄弟の長男です。母は早くに亡くなってしまったので、男ばかりの家でもみくちゃになりながら育ちました。父は働きに出ていたので、弟たちのことは僕が面倒を見ていました。その時の名残なんでしょうか、無性に人の世話を焼きたくなるんですよ。だから俺を？はい、今回はゼルコバさんなんです。ただ世話を焼きたいということか。だから茶に誘ったり声をかけていたと。そうです、ゼルコバさんはどこか弟に似ているのかも。バカを言うな。俺の方が年上だ。そこはあまり気にせずということで。まあいい、変な下心はないというのが分かった。それに弟の世話を焼きたがる兄の気持ちも理解できる。おや、ゼルコバさんにもご兄弟が？さあな。だが誰かの世話になるのはごめんだ。余計な気の使い方をするのはやめろ。確かにそうでしたね。ゼルコバさんの気持ちも考えずに申し訳ありませんでした。詫びの気持ちがあるのなら、うまい茶でも入れてもらうとするか。不眠解消に効く茶葉があるのだろう？はい、ゼルコバさん、すぐに用意しますね。ゼルコバさん、どちらに行かれるんですか？仕事だ。今日は茶には付き合えないぞ。それは残念です。なら何か雑用はありませんか？仕事が終わるまでに僕が代わりに片付けておきますよ。言ったはずだぞ、ルイ。俺は誰かの世話になるのはごめんだ。いけませんね。どうしても世話を焼きたがってしまって。ゼルコバさんのどこか放っておけない雰囲気が弟たちの姿を思い起こさせるからかもしれません。ルイ、俺にも昔弟がいた。いや、弟だけじゃない、家族がいたんだ。みんな殺されてしまったがな。そうでしたか。どうしてかはわからないが、お前と茶を飲むと家族を思い出す。失ったもの、もう二度と取り戻せないものを思うのは辛い。だがな、それでもお前と飲む茶は悪くない。ゼルコバさん。ち、俺は何を言ってるんだか。悪い、忘れてくれ。いいえ、忘れません。僕
待っていますね。茶器を温めて、ゼルコバさんの帰りを。美味しいお茶入れますから。必ず帰ってきてください。俺を待つなど、物好きな奴だ。だが、うまい茶が待っているなら、何としてでも無事に帰ってこないとな。ええ、約束ですよ。行ってらっしゃい、ゼルコバさん。ああ、行ってくる。